おはようございます。動画出し TV の動画を見ていただきましてありがとうございます。今日は朝の6時40分ぐらいなんですが、車の中から動画を撮っています。で、なんで車の中で動画を撮ってるかというと、この時間から朝活始めました。朝活ですよ。朝何か活動するってことですね。やはりですね、私どうしても夜は飲みに行くことが多いというか、飲みに行っちゃう感じなんで、なかなか夜ですね、いろいろやることができないので、その分朝いろいろやっていこうかなと思ってます。で、朝は結構起きるの早いんで、で、しかも今の時期は、この時期、今日が7月、これ全然違う、5月の割と朝起きるのも、割と朝明るくなるのも早くなってきたというか、もうめちゃくちゃ早い時期なんで、この朝からですね、時間を有意義に使える、これ少し使わないわけにはいかないなと思いましてですね、撮ってます。で、最近動画アップしたいんですけど、今までは冬の時期っていうのは結構朝こう動画を編集できるんですけども、この時期はいろいろ朝が明るくて外に出るのにいいなと思ったんで、どうしてもちょっと外ばっかり出るようになってしまいましたので、外に出てですね、それなんで動画編集もできない分、こういうところで動画を撮っていきたいなと思っています。で、久しぶりにですね、ラジオを聞いたらすごい面白かったです。ラジオってなんかこうテーマに沿ってあるじゃないですか。まああるじゃないですかってこともないんだけど、そのテーマがね、今日のテーマは離婚だったんです。で、まあ結婚したことがないんで、離婚のこともあんまりよくわかんないんですが、なんかこう離婚の時は離婚の挨拶をしに行くんですかみたいな話題とかになってたり、話題っていうかそういうのがあったりとかね、なんかすごい面白かったなと思ってます。私の生活的に朝はそんなにこうテレビは見ないんで、テレビは見ないというか、まあ見るっちゃ見るんですけど、そのワイドショー的なニュース番組みたいなのは見ないので、なんかこうね、連続ドラマ小説とかそういう感じのものばっかり見てますので、その連続ドラマ小説も BS の時間で見てるんで、その7時15分ぐらいから始まって、その前後の番組もなんかこう、それで話は変わりまして、まあ話は変わりましてと言いましてでもですね、これ動画ってまあ編集してアップする人多いと思うんですけども、まあ私も軽く編集はしてアップするんです。だから以前何の話から話が終わってくっつけてるか分かりませんが、話は変わりまして、今日はですね、ちょっと雨が外降ってるんですけども、雨が降っていても、やっぱりこうね、明るく外に何て言うんだ、体を動かしに行けば、それでもね、朝からね、元気も出るし、いいなと思いました。で、しかもこうやって私一人暮らしなんですね。一人暮らしなんですけども、一人暮らしなんです。まあ職場行って初めて誰かと話すとか、まあ話さなければ電話で誰かと話すとか、そういう感じなんですけども、こういう風に一人で動画を撮りながら、まあ車の中で喋ってる、変な人かもしれないけども、そういう風に喋ってると朝から声を出す、これはねいいのかなと思いました。朝から元気に声を出す、それで今日も一日元気が出るなというか、体が起きるんじゃないかなと思ったので、こういう風に朝起きて、朝から元気に声を出し喋る、これがねやっぱりね、健康の秘訣ではないのかなと。朝活をして元気が出る、元気が朝活をして朝の時間が有意義に使えて、今回こうして動画を撮ることによってで動画を作るという楽しみができ、そしてさらには喋るということで体を起こしてですね、起こすというか体をもう目覚めさせて喋る、これでですね、もう朝から一石二鳥じゃなくて一石三鳥ぐらいになると思いますんで、これでですね、この朝活続けていきたいなと思っております。ということで今日はこのまま職場に向かいます。まあ職場に行って、まあ、着替えてですね、今日も仕事を頑張ろうかなという気になってまして、今日も一日頑張りたいと思います。ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。